今回ですね、こちらのヌーディジーンズのこちらの無加工デニムをですね、ワンウォッシュかけてみたいと思います。するとどういう色落ちをするのかね、検証していきたいなと思っております。これ4ヶ月履いてもうだいぶ馴染んできました。てかだいぶ伸びたね。なんか太さも結構太いよね。もともとレギュラーに近いようなそういうシルエットになってます。この色がだいぶ落ちてしまうのか、ワンウォッシュで4ヶ月履いたから、ここの辺のシワもいい感じに入ってますよね。蜂の巣ってやつで、これまだ一回も洗濯してないんで、糊がついた状態なんですよね。結構これ落ちちゃうのかな、色が。カメラで色これ記録しておいて、ビフォーアフターお見せしたいなと思います。最近買ったやつと比べてみると、もうだいぶ落ちてるよね。わかるかな、ほらこっち結構濃いよね。色が何もしないけど落ちてきてるよね、これね。履いてたり、やっぱり裏とかこんな感じね、落ちてきたと思うわ、だいぶ。はい、無加工の色がすごい好きで、色落ちあんまり実はさせたくないんだけど、ね、こちらですね。この色がだいぶ落ちてしまうのかな。出して一体どうなってしまうのか。なんか洗剤は使いません。あの漂白剤も入ってるかもしれないんで、あの洗剤を今回使わず水洗い洗濯機でしたいなと余ってます。なんかヌーディージーンズ的には6ヶ月ぐらい目安みたいなんだけど、6ヶ月経ったら洗うぐらいの感覚って言ってたんですけど、おすすめね。でも匂ってきて、またんところがなんかなんていうの、蒸れてすごい匂ってきたんですよね、最近。それが嫌で。なんていう、ホームレスの匂いっていうかさ、汗が酸化してるの匂いがして、うわ、嫌だと思って、4ヶ月目なんですけど、洗ってまおうかなと思ってます。ウエストもめっちゃ伸びる、本当に。元はもうちょっと細かったんやけどね、これ、シルエット的にも。だいぶ伸びた。ウエストが32インチ。いやー、太いな。フェアレスフレディ。これまず、裏返しにして、伸ばしといて、裾伸ばしといて、裏返しにします。じゃないと、なんかいい感じの風合い出ないかなっていう。かなり色落ちしても嫌だし、パンツ反対向きにしときます。いつも折り曲げてるから埃もすごいわ、これ。ジーパン匂うのはやっぱ嫌やんね。ヌーディージーンズのポケットの裏側ってこういう風にデザインがあるんだよね、おしゃれ。なんかいっぱい書かれてるけど、オーガニックコットンとか書いてるのかな。紐とかもすげえほどけちゃってる、これ。標準ってなんかめっちゃ時間かかるもんな。倍速で、31リッターで、で、いいよね。で、洗剤は入れずに洗う。なんかほんまに水洗いしたくなかったらさ、クリーニング行ったらいいかもしれないよね。ジーパン1本だけ入れて洗濯。どうなっちゃうんだろう、これ。縮むかな、やっぱり。その辺も気になるね。色落ちも気になるけど、形がどうなるのかすげえ気になるところで。はい、ということで洗濯して乾かしてこんな感じですね。結構洗濯したけど、糊残ってそうな感じがするんだけど、気のせいかな。水洗いだからまだ残ってそうな。で、履いてたらもっと柔らかくなるのかな、わかんないけど。で、裏返してみましょう、どんな色になってるのか。で、あー、若干落ちてる気もするな。どうなん？どうなん？どう？これが元の濃さなんだけど、どう？
だいぶ落ちた気もする。後ろどう？結構落ちたんじゃにゃい？あ、気持ち縮んでる気がする。ちょっと待って、なんかちょっと縮んだ気がするな。やっぱり洗濯するとある程度縮むんだね。どう？竹の長さが短い気がする。竹も変わんのこれ。嘘でしょ。この辺のシワとかはそこまで色落ちしてないんだな。ヒゲとかハチノスとかワンウォッシュでこんな感じ。どうでしょうか。若干色が落ちたかなみたいな感じですね。でちょっと縮んだなみたいな。まあ風合い的にはいいかもしれないね。色そこまで落ちてない。ということで今回はヌーディージーンズ生デニムのファーストウォッシュでした。最後まで視聴ありがとうございました。